IP アドレス管理指定事業者は、ネットワークに IPv4 アドレスの分配を行った場合、その分配先に関する情報を JPNIC データベースに登録する必要があります。自社のインフラストラクチャ用に分配した際に行う IPv4 割当報告申請、インフラ用を説明します。IPv4 割当報告申請、インフラ用は、Web 申請システムから行います。所定の URL にアクセスし、IPv4 アドレスを管理するための、LIR-HM で始まる資源申請者証明書を選択し、ログインしてください。Web 申請システムにログインすると、メニュー画面が表示されます。資源申請メニューの IPv4 アドレスに関する申請から IPv4 割当報告申請インフラ用のリンクをクリックします。申請内容を説明します。IP ネットワークアドレスの項目には割当てを行う IPv4 アドレスを入力します。ネットワーク名には、IP アドレスの割り当てを行うネットワークを表す文字列を、英字の大文字、数字、ハイフンを用いた12文字以内で入力します。インフラユーザー区分は、インフラストラクチャーを選択します。組織名、オーガニゼーション、郵便番号、住所、アドレスには、自社の情報が自動で登録されますので、操作は不要です。管理者連絡窓口には、組織を代表して当該ネットワークに関する責任を持つ連絡先の JPNIC ハンドル、またはグループハンドルを入力します。技術連絡担当者には、当該ネットワークに関する技術的、事務的等の全般的な問い合わせに対応する連絡先の JPNIC ハンドル、またはグループハンドルを入力します。アビューズには、当該 IP アドレスの割り当てを受けたネットワークの不正利用に対応する連絡先となるメールアドレス、JPNIC ハンドル、グループハンドルのいずれかを入力します。ネームサーバは、当該 IP ネットワークアドレスに関する逆引きネームサーバを登録する場合に入力します。なお、ネームサーバは最低2つ必要です。通知アドレスには、ネットワーク情報が登録、変更された場合、通知を受けるメールアドレスを入力します。この項目は任意です。プランには、割り当てを行うネットワークの情報を、所定の書式で入力します。書式について説明します。最初に、割り当てる IP アドレスのネットワークアドレスと、プリフィクスを入力します。半角スペースを空け、割り当て直後に利用するホスト数、6ヶ月後に利用するホスト数、1年後に利用するホスト数を、半角のスラッシュで区切り、入力します。続いて半角スペースを空け、割り当て直後のサブネット数、6ヶ月後のサブネット数、1年後のサブネット数を、半角のスラッシュで区切り、入力します。開業で区切り、複数のネットワークを入力することができます。審議番号は空欄としてください。返却年月日は通常は空欄としてください。一定期間のみ IP アドレスの割り当てを行うなど、返却を行う時期が決まっているような場合は、この項目で返却日を入力することができます。申請者メールアドレスには、本申請の申請者が受け取れるメールアドレスを入力してください。そのメールアドレスに申請結果が届きます。入力が完了したら、申請ボタンを押します。申請内容に問題ない場合、最終確認画面が表示されます。確認ボタンを押すと、申請完了です。申請完了画面が表示されました。申請結果は、申請者メールアドレス宛に届きます。